はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファークライプライマル続きやっていきましょう。ちょっとこの辺回ったりして資材をかき集めたりしてました。キャンプファイヤーからスタート。主人公タガールはオルスの血を求めて冒険をする。まず最初にウィンジャーの跡を追ってみると、この足跡がね、痕跡があるから、これをこのハンタービジョンを使って追跡してみると。その資材を集めていたら、珍しいものが一つドロップして、この足のプラスしてこの希少な足ってのが手に入って、多分この辺の普通の資材の中にレアものがあったりするから、クラフトとかに使うんだろうね。で、この今、松明としても使えるし、またこの打撃としても使えるこのコンボを使っていきますよ。これ燃やせる。ちょっと動物の鳴き声がしたけど、開いた。あっと待てよ、なんかいるぞ。なんかいるぞ、あれ。あ、武器ホイールでどの武器にも点火できる。火をつける。カヤになった。待って、やつ倒した方がいいな、これ。てか、倒せるかな、これ。あ、逃げてった。他なんかいる？ね？足跡。これだな。なんか霧がかってて全然見えない。マップ。多分これまだオープンワールドに出てないんだね。あ、時間差で火消えるんだ。ん？誰かあそこで倒れてる、もしかして。降りて、うん、そういうわけじゃない。ここで戦いがあった。火から逃げた跡が残っている。またなんか仲間動物と争ったのかな。さあ、アイテムを収集して悪いということはないから、序盤でアイテムをどんどん回収していこう。まだ足跡がここに続いてる。部材も回収して、この種のアイテムでいっぱいです。一つのアイテムにつき、その持てるアイテムの上限があるそうなので、ファークライ4のところのバックパックとはちょっと作りが違うのかな。これ虎じゃないの、これ。狼？パール・ウィンジャー・グワン。ウィンジャーが殺したのか。おお、遠吠え。獣は火を恐れる。ちょっとあんまりハンタービジョンばっかり使ったら石器時代のこの雰囲気が見えなくなっちゃうから、あんまり乱用はしたくないけど。あ、いた。火を恐れるんだね。信じていいね。なら近づいてっても大丈夫かな。お、ほんとだ。逃げてく。あ、目が光ってる。近づくな。ね、火はね、人類が発見した、偶然発見したというものが最高の毒だからね。ほら、逃げろ。お願いだから逃げて。逃げてっていうか、あ、待って、コンボ消えた。あー、コンボ消えちまった。火つけれる？火つく？よし。そっか、火打ち石があるかないかか。あーで、狼も倒せる。あ、ちゃそうだよ、足は狼と戯れるんじゃなくて忍者の足跡。ほら通っていけるなこれね。ダッシュコンボ振りすぎたら火消えちまう。足跡が続いてってる。なんかいる？何もいない。火打ち石だ。火打ち石は、あ、もう全部もうたくさん持ってる。キャンプファイヤーの後、灰がまだ暖かい。忍者が近くにいる。ここを水か。ジャンプ。さあ点火はできるけども、とりあえずコンボで、あ、コンボ消えちゃうんだ。じゃあまた火つけよう。構えてなくても水の中入ったら消えちゃうのか。骨ゲット。これもいっぱい持ってるか。なんか動物の声がするんだよな。んなんかいたよ。誰かいたよ。ウィンジャじゃないの？今のウィンジャだよな。近いよ。でこれは消えちゃうな。これジャンプ。これもしかして燃やせたのかな。あ、うわー、ちゃ。あ、火つけね。ってことはこれ、あ、コンボ壊れた。ああ、はい、なるほど。耐久力もあるか、コンボ。どんなところ取っていってんだ、ウィンジャー。登って。ウィンジャー、これ燃やさなくていいか。足跡向こうに行ってるな。ネズミたくさんいる。ネズミってこれ倒したらなんか得られるのかな。倒しちゃった。肉あるのか。ネズミ肉。あ、肉は統一されてるんだ。また水だ。さあ、なんかなんかあった？これ何の跡だ？なんかいる。虎？このもやみたいのは一体何だ？あ、ウィンジャー。あ、そうだ。今作、動物を、あ、いる。動物を、仲間にすることができる。それでポケモンみたいに使えるんだ。黒い。何してんのか。あ、捕らえる捕らえる。ほら。おお。隙間に逃げた。あ、消えちゃった。明るい。おろす発見。あ、オロスの大ちゃんも見つかったんだ。これがオロス。な、オロスビパルサシュワリムシャランタカーハサンサイラティグリチャワスティーバヤマルティスティグリウダムダフウダムシャウスダウサムウタカルウリムワナコアイカワシタん？耳？耳持ってるのそれ。あれてか首に首のそのペンダントも耳？食べて。あだ。木の実。コアラリアウィンジャ。ウダムシャジャンウィンジャダムシャウグイジャラウダムパイウウィンジャウグワナウィンジャハイワゴアシャサンダムシャオロスТигри, Данша, Дубу. Сакуи. Ай. Уалта, Лауба, Акиста. У. Нии, Барра.さあ、オロスの大地に来た。怪我してる。緑の葉を集めてきて。川の近くにある。この人から名前聞いたっけ深い傷。新しいアップグレードが解除された。あ、これもしかしてワールドマップだ。広いね。あ、サイラって言うんだ。サイラ。この辺作れるようになったのか。あとスキルか。これなんかいろんな人あるけど、これ何人か操作できるのかな。今スキルポイント1。ここはファークライ4と同じだ。とりあえず体力増やしとくかな。OK。で、ちょっとそこに何かがある。リワードスタッシュ。リワードスタッシュ。余った資材やアイテムが保管される。あれ、石器時代。石器時代かなりアイテム保管いいんじゃないの。石器時代の割には。休む。そしてファストトラベルもしっかりあるんだね、これきっと。現在は利用できない。なんか奥もなんか随分いろいろあるけど。獣。手なずけた動物と。これ手なずけて一緒に行動を共にすることができるんだね、後々。洞窟の壁。この辺は実績関係かな。竣工状況。さて、じゃあとりあえず緑の葉を、彼女をサイラのために集めてこよう。いやー、でも景色すごいな、これ。大自然だよ。オロスの大地、竹もある。緑の葉。緑の葉は向こうか。これいきなり小動物に襲われるとか、いや、ありそうだな。グラップルできそうなところがあった。あれ、動物鹿か。あれ、ちょっと一体だけ撃ってみようかな。まあクラフトでどんどんいろんな自分の手持ちのバックパックやら武器やらを強化できるのは知ってるので、その辺は動画外でどんどんやっていくと思います。鹿の皮。あ、なんか鹿じゃない生き物もいる。あ、でもなんだろう、はっきりとした道とかがないから迷いそう。動物たくさんいるな。こっちの動物も買ってみよう。OK。あ、これはヤギか。ワクワスカワストーン発見。ヤギ、あ、これ火つけれるんだ。これファークライ4と同じなら、矢に火つけて放ったら多分動物燃え。誰かいる。え、誰か、あ、敵だこれ。ウダム。そうだ、冒頭、パート1の冒頭になんか悪党誰々って言ってたもんな。よし、やられる前に倒しとこう。まずは手前。一人見つかった。ほら、コンボ。うわ、結構荒っぽい。調べる。じゃあこれはあれだ、もっと弓プレーをうまくなっていればいくらでもいけるな。これ敵の対戦。でこれ緑の葉だ。あーで誰か死んでる。あれ待てよ、これ中身の臓器が飛び出しているということはこれ規制ないね。あ、これ絶対規制ない。これグロいグロいグロい。はい、海外版の日本語なのでやっぱり規制はありません。ってことは今後なんだろう、ちょっとありとあらゆる部分がさらけ出されてる人たちをずっと見ることになるかな。葉っぱ葉っぱに見えないけどな昔風な。んあれ敵か。ウダムの人たち結構いるんだなもうちょっと近づいて頭狙いたいな。ん何してる。近接戦闘でいこう。あ消えちまった。あ槍投げてくる。痛いほらあコンボ強えコンボ強いな。バックパックがちょっと結構いっぱいになってきてるから。あこっちの人は首ない。待って敵肉食系動物一回戻ろう。ハイエナかあれ。戻りましょう。なんか死んでる。しか死んでる。ああ敵いる。おら結構いる。いててておおおらヘッドショットとかあるのかこれ。あいつ嫌なんだな。オッケー矢が結構減ってきてる。結構敵多いんだなこれ。前作よりもかなり狂気な世界だな圧巻に襲われたけど歯を持ってきたよ。サイラ T ワナイ食べる方なんだ。え？あ、食べてはいない。深いよ傷深いよ。うわ Duhaj pada s čvara. OK。仲間の忍者を探してこの洞窟は安全だって伝えて。深い傷完了。じゃあ集落があるとかじゃなくて、まずはここをその自分の村拠点として扱っていくんだね。とこれなんだ、あ、これあれだな、敵拠点で制圧だな。これまでと同じだ、ファークライ。でこっちはなんだこれ、獣の手なずけ方とフクロウの呼び方を教えてくれる。深い傷完了。じゃあ仲間を見つけたらまずはここについて知らせろと。治療法も結構痛々しいな、石器時代。アイテムここに保存できるんだっけ。これは保存ができるんじゃなくてアイテムが自動的にこの中に入っていくだけだから保存はできないんだね。矢作っといて、コンボももう一つ作っといて、この辺は持てる数だけ持ってないとちょっと落ち着かないんで作っとこう。クラフト槍作れる。さっきウダム槍ぶん投げてきたから槍作るかな。あ、なんか全然足りないな必要条件。よし、じゃあ今回ここまでにしようかな。次回の目的地、じゃあここにしよう。ナクティのかがり火、そしてあとまあこっちの方をどんどん目指していこうか。まずはアイテムを豊富に集めておきたいので、動画外とかで動物買ったりして万全を期して制圧に行きたいと思います。じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。